始まりました、ノーカットカスカスやん、喉タンカラのくせかやんか、なんか暑いな、暑いよ、うん、なんかノーカット始まる前な、何暑かったな、あーもう始まった、もう始まる、ノーカット始まる前暑かったよ今もう一回説明しとけ、俺くどく説明するの、なんでここの部屋に二人がおるかっていう、ホテルに二人がおるかって、今別にホテルって言わんでもわからんくない、わかるやろ大体こんなん、こんな家あるか、みんなわかるホテルってこんな家あるわけないやろお前、あのしーちゃんの新居のもう一つな部屋借りてんな、そこの子のちゃうやろボケ二人の部屋ちゃうやろ、そうやん、だってうちがデザインして可愛いやん、お前なんで、あ、え、今日危な、しんちゃん何のだとこれは、あ、これガチの方であんねん、今日のノーカット、マジテーマがガチあって、あの今日ライブ配信しとって、 TikTok のライブ配信をしてて、うん、あのマジの方で何やったっけ、なんかいじめについて、それほんまに相談がめっちゃ来てんやん、その学校系の相談がすごいな、俺さ来たことないで、うそやん、うん、俺配信してる時あれさ信じられてんのちゃう、俺だって最近一番びっくりしたのはその、まあ嬉しいで、嬉しいねんけど、うんうん、その昨日あけぼのさん亡くなりはってん、あけぼのさん、あけぼのさん、格闘家の、うめちゃくちゃ有名な、ボブサップだ、はいはいはい、あのめっちゃ、で俺昔お会いしたことあって、うん、で一緒にご飯とか食べたこと一回あって、うん、すごいよ、そして写真もインスタ載せた俺、ああ、載せてた。あ、嘘つけ見てやろで、うん、まぁ、あ、ちょっとやっぱ感傷浸ってたわけ。うん、まぁ、あ、確かになって、めっちゃ早死にでな、あれやな、みたいな、うん。もう一回ぐらい会いたかったな、最後に。俺を言いたかったから、うん、その時の。で、それ載せたわけ。こう、まぁ、あ、何お帰り申し上げます、みたいな。そのコメント一発目。しんちゃんかっこいい。おいおかしいえ、ガチ引くな、お前も。じゃあ、ごめんごめん、我慢。え、嬉しい、え、わかるで、うん、まあそういうのもあるから、俺はそういうのばっか来るから、お前のはおかしすごいなと思って。そういうさ、しんちゃんかっこいいとかあるやん。見てんのちゃう顔。見ろや投稿。あそういうこと。投稿、ブンブンブン。見てくれ。写真だけを見たんじゃない？ああ、まあな。文やったらもっ、え、写真だけ？写真だけを見て、だからその、かっこいいと。あ、そのパターンか。そう、で、文章は読んでなかったんかもよ。あじゃあ、ね。1個目で泣いたかったか。とかあ、いや、ほんと、せめていいや。うん。ごめんね、せめて。ノーカットやからさ。そうやね。うん。あんまどうする？もう一回撮り直す？一回中止よ。いや、キモい！もう今。じゃあ、みんな、あ、ちょっと。あ、ほんま嬉しかったね、全然。な、うん、しんちゃん。何？大好き！ちょ、お前、質問行けや。あ、あんなしんちゃん？それ好きちゃうし、うん。あ、これは、あ、いじめられてる場合ってどうしたらいいですかっていう質問が来て、あの、学校で。職場でもいい、学校でもいいねんけど。お前来てた？ほんまに。あ、ちょ、これ、あの、みんな知ってる人は知ってんねんけど、ガチであの TikTok ライブ中にどうしたらいいですかって質問で、あ、今日しんちゃんとそのノーカット撮るわって言って、うん、ああ、いじめられてますけどってこと、そう、いじめられてるんやけど、そういう場合どうしたらいいですかっていう、しんちゃんはどう思う？俺もいじめられるはないけど、まあ、いじめられるまでいかんけど、うん、全然はめられるとかあったんや、え、お前が、うん、学校で、うん、おう、そういう時どうしたん？けど、その時は、俺、はめられた理由も、まあ、だから、状況がちゃうかもしれんけど、うん、その、小学校の時、転入生来たわけ。はい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 。で、うん、俺、一応やっぱその、まあ、うるさいグループっていうか、まあ、その、目立つようなグループおったわけ。ああ、お前ね。そう。うん、けど、やっぱ、俺結構、好奇心旺盛やから、その転校生来たことに、うん、で、俺らの学年って、一学年35人とかやって。おい、多いの。まあ、しょぼいよ。え、一学年。ああ、しょぼい。5年生だけ37人。だから、こう、すごい、こう、なんていう、だからレアキャラ、そう、わかる、レアキャラな。もう喋ってみたくなって、うん、めっちゃ喋って友達になったわけよ、うん。で、面白いやっぱ俺らじゃない、うん、俺らにはない文化を持ってるから、うん、あ、こういう面白いのいっぱい紹介してくれるんだよと思って、で、その子とめっちゃ仲良くなってもったわけよ、うん。ほんならやっぱそのリーダー的なやつはやっぱ気に食わんわけよ。あ、だからそこもともとお前がおったグループのリーダーはね。そうそう、うん、俺はそんななんか2番手みたいな感じだったよ。はい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 。だからもうそれではみられるとかあったね。え、で、その時どうしたの？けど俺はその転校生がおったから、あ、だから、一人そういう人見つけたらいいんちゃうって俺は思ってまうかもな。あー、いいやん、お前ええやん、たまにはいいこと言うやん。あ、たまにやったね。一人、だから、ちゃんと仲間を見つけるってこと？そうそう、まあ、はみられてたけど、結構あんねん、俺何回か。そう、大学の時も変わったし、うん、あの、もう全員、あの、敵になるみたいな。まあ、ある大きい事件があって、全員。敵なの？そう。お前学校行ったら無視みたいな。あ、そう、お前のこと全無視みたいな。そう。え、マジで？けど、あの、ほんま仲いいグループがあって、俺。泣かんでいいで。あ、泣くか、僕。思い出せない。お前、ボケ、あ、ちゃうわ。で、まあ、ほんま、あの、うん、同じダンスのチームのやつらは、俺と同じ考えやったから、
あ、俺らは笑ってた。あ、めっちゃ嫌われてんな、みたいな。昨日と全然ちゃうな、状況は、みたいな。笑いながら普通にこう。あ、言っとった。いや、お前それはほら、根っからのさ、ポジティブというか、明るいからさ、言えるやん。だけど、だからそう。だからその時も、やっぱこう、仲間がおったから、一人でも、おったらいいんちゃうって、俺は見つけれたらええけどな、っていう。で、それが部活入るとかな。そうやな、部活とか、まあ、そうそうそう。まあ、そういうことやな。だって、しんちゃんダンス部だったからさ、そのダンス部が仲間だったってことやろ、だって今は。そう、一部のね、メンバーがね。だから、そういうのが、まあ、小学校の時もそうやったし、うん、だからそういうのあると、まあまあいいけど、まあどうなん、だ状況わからんけど、いじめられてる人の。うちは警察言えばいいと思う。飛びすぎやん。まず親やろ。だって親には心配かけたくないっていうのも多かって。ライブ中のこのコメントで。まあな、親に心配かけたくないよな。うん。やったら、警察じゃん。そんな警察対応してくれへんのかな。警察な。いや、警察言ったら結局親に行くからな。え、でもほんまに警察の人に言わんとってくださいって言ってもいいよ。え？言うやろ。嘘つきやん、じゃあ、警察。いや、言うたら、それだって学生とか小学校やったら、それは心配になるやろ。だから、先生もな、味方してくれへんパターンあるしな。うん、そやで。ある？いじめられたこと。うちない。きっしょ。うちは、もういじめてかないやろ。もうなんでそんなんしたことないから。ほんまにしたことないからは。みんなほんまにそんなん、ま、もう一番言われた嫌なこと言われた。え、いじめたな、じゃあ。そんなんしたことない。あ、ほんまに？うん。え？ほんまやから。まあないやろと思うけど確かに。やろ？うちそういうの無理なタイプやねんや。うん、確かに。まあないやろな。うん。だからそれがまず俺は一個アドバイスかな。それが別に学校じゃなくてもいいんちゃう。まあ。他校ってこと？他校でもいいし。でも普通にありえるよな、そんな他校。習い事でもいいし。うん。なんかそういうので一人こう見つけ。今時間かかるから。違う違う。こんなマジで。しーちゃんじゃあ曇ってないかなってあの。こんなマジで。じゃあしーちゃん曇ってないかなってこうもっと巻いたら。な、そう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 。いやそれが。うん。で俺は逆に、もしそういう人を見つけれたら、一人でもな、今ネットでもあるわけやから、今でも仲いいだから。あ、本当の友達とか。そう。めっちゃええやん、それ。今でもその中で、逆に他のグループとかは、その時、だから俺らを嫌われてたグループとか、やっぱみんな自然消滅はしてるけど、あ、だからもう。あの時を笑って今でも話すね、飲み行っても。もういじめてた。あの時やばかったな、みたいな。俺らやばかったな、みたいな。誰もおらんかったな、仲間、みたいな。けどそれが楽しく、なんかいいっていうか、一致団結してるというか。うち今お前がもし誰かにいじめられたらそいつぶっ殺す！怖っ、こいつ。こいつ怖っ。だからうちがもしそういうことあったら守ってな。いや、ほらほら、加勢する。ああって。やったやったって言って喜んでると思う。はい、ということで。はい。お前は何だっけ、アドバイス。え、だから警察行けって。他ないんかい。マジの方で。あ、マジの方で行こうや、マジの方で。え、マジで待ってな。うん。いじめられてんねんな。うん。じゃあどうするかやんな。うん。え、もう、やり返すのは無理やもんな。あ、いや、その案もあったけどな。俺、昔、大悟さんの YouTube で見たんやけど、うん、あんまりにもひどくて、そういうもう、嫌がらせが。うん、で、もう一回、本気で殺しに行くぐらいの感じで、その、なんていう、俺はやんねんぞって一回見たらやっぱ止まったって言ったけどな。せ、だから、そいつ分かった。もしいじめられてる子、勇気言うしまって、こうやってこう、首絞めたらええんちゃう、こうやって。ほら、お前しばくぞ、ええんか。あれあれね、それ。で、やり返される可能性もあるけど。だからそうな。うん。まあ、あとはな、まあ、趣味見つけるもいいかもな、せっかくなら、一人の時間を使って。なんか、俺も、て、俺、あんま、寂しがりでもないし、依存体質でもないやん、なんちゃん、寂しがりや。あ、もう、うん、こいつはな、一緒人通らなあかんし、こいつよ、わからん。ありがとう、わかってくれて。けど、それ、俺はそうやから、うん、別になんてやろな、あの、一人だっても寂しくない。そうやな、お前、すごいよな。そう、別に一人旅も行けるし、一人ご飯も食べに行けるし、それは、一人の趣味とかいっぱい持ってるからかもしれん。え、でもさ、一個疑問に思ったこといい？うん。一人になるといろいろ考えてまうやん。まあ、いいことも考えれるよ。だけど、なんかあの、楽しい？一人で考えて。楽しいよ。え？俺楽しいよ。俺はいつも一人で本田圭佑のインタビューとか見ながらテンション上げてるよ。あ、だから分かった。そういうことやん。一人の時間の時に、いろいろ自分の好きなやつを見たらいいじゃん。そうそう、見たり吸収したりして、あ、自分にこう、なんで成長させてん、自分を。なるほどね。女の子やったら、正味、女の子やって可愛くなったもん勝ちやから。うん。あら？何？キモ、お前あるんねんじゃん、ボケ。で。だから、うん、そういえばじゃあ、うん、その、化粧を練習するとか、そういうのさ、友達と遊びまくって、おい友達と、マジかしてんねん友達と遊びまくってたらできひんやん、そういう時間。確かにや。やったら一人でいろいろ YouTube とか見て、今なんかあるんやから、勉強したりして、わ、ほんまや、うちそうするわ、それやったら、自分やったら化粧バリ勉強して、胸のいっぱい成長さして。そう、とかスタイル、運動とかして、うん、おしゃれを学んでとか。まあ、男も一緒よ。筋トレとかしたり、勉強したりとか。結局、な、そう、頭賢いこと持てるから最終。確かに。だからそういう時間、飽きんなよ、お前じゃあ、あれ読んでた、今。今読むことちゃうやろ
だからそういう風に時間を使って自分を成長させてください。よかったら、ネガティブなんじゃなくて。はい。だから、いつでも新夏はあなたの味方だよ。そう、俺は友達。よし。俺は友達だから。友達。俺黙れ。俺は友達だから、それ、いじめられてる子に言っていいよ。うちは新夏に言うでって。あ、それあり。新夏に言うでって、俺晒すさるわ、そいつは。絶対してな。うん。お前自分の悩みじゃないから。違う、うち多分一番晒すよな。ということで、いつでも嫌なことがあったら言ってきてください。はい。ということで、ノーカット終わっちゃうからねー。入ってくんな。よいしょ。見てみ、こんなやつでも楽しく生きれてねえんで。大丈夫、5年ぐらい前に我慢したら大丈夫、楽しくあるから、今日は。こんなやつでも、こんなやつも楽しく生きないから。見てみ、これ洗濯機、洗濯掃除全部できん。料理もできん。お前、もう顔面いけるぞ。お前、顔面いけるぞ。あぁ、サムネ作ってる。ほら、こんなやつでも楽しく生きてるんで。どう思う？これ、もう見て、自信出たやろ。こんな勉強もできへん。漢字も読めへん。こんなカスみたいな女でも。うわぁ！お前、サムネ作んな！痛すぎんね！ノーカット出せるか！ということで、あ、ほんま、痛まあまあ、とにかく一人でも親友見つけるのが、まず、ね、僕ら親友ですから、俺ら友達だよ。俺ら友達だよ。もう終わるね。もう痛いね。大好きだからね。もういいね、ボケ。じゃあね。ひも、ああ